東北北部の農村地帯では、初夏の田植えを残らず済ませてしまった後、集落ごとに長老と若者頭とが暦と相談して日を選び、昔から天乗りと呼ばれている集いを催すのが習わしである。天乗りとは文字通り、天に祈りを捧げること。農家の人々がこぞって今年も無事に田植えを終えられたことを天に感謝し、合わせて豊作を祈願する年中行事の一つだが、別に肩が凝るようなことをするわけではない。もともと天乗りには、合同で天を仰ぎながらのんびり骨休めをするような趣があり、田植えがまだ相互扶助の手仕事だった頃には、互いに労をねぎらい合い、親睦と団結を深めるためには欠かせない集いだったのだから、長老たちが鎮守様におみきを備えてきた後は、手ごろな草原に集落の全員が車座になっての酒盛りになる。谷川で冷やしたビールと吟醸酒、赤飯、煮しめ、様々な山菜の酢味噌和えに天ぷら、イワナの塩焼き、好め田楽など、女房連中がせいぜい腕によりをかけた料理や酒の肴が配られる。携帯用のガスコンロでは、豚汁の鍋が温められている。別のコンロからは、焼肉のタレの滴る音と香ばしい匂いが流れ始める。下戸や子供たちにはラムネと草餅が用意されている。日が西に傾いて、ごちそうを喉元まで詰め込んだ上に、はしゃぎすぎてくたびれた子供たちが、もう半分眠りかけている幼い弟や妹を背中にくくりつけたり、手を引いたりしながら、一足先にそれぞれの家へ引き上げてしまうと、小さくなった車座の中が急に生臭くなる。待ちかねていた艶話が始まる。みだらな交渉がひっきりなしに草地に響く。北上山地の山間にある泉村阿座切畑では、田植えが済んでから3日後に天乗りの召集があったが、当日は北国の田植え時には珍しく朝からすっきり晴れ渡り、風もなく暖かさもほどほどの穏やかな日和に恵まれて、会場の羊ヶ原は近隣から飛び入りの親戚や古なじみも含めて70人近い人々で賑わった。切畑という集落は、以前は気質の緻密な切材の産地として知られ、材木商人のための旅籠が一軒あったほどだが、その後、切の需要が減少するにつれて、集落の活気もすっかり衰えてしまった。今は戸数わずかに15、住人の数も60余りだが、そのうち十数人の男衆は、年中都会へ出稼ぎしているから、普段集落で暮らしているのは、年寄りと女房子供を合わせても、総勢50人そこそこに過ぎない。ただ田植え時にだけは、出稼ぎの男衆が一人残らず短い休暇をもらって帰ってくる。田植えといっても、近頃は大概の仕事は機械がやってくれるから、人手はあまりいらないのだが、それでも男衆は忘れずに戻ってくるのだ。まるで天乗りの酒だけは飲まずにはいられないかのように。天乗りの酒を飲むことで、失いかけていた農夫の顔を取り戻し、我に帰ってほっと一息つこうとでもするかのように。鶴蔵と福の老夫婦が、赤飯と煮しめの折り詰めを二人分土産にもらって家路に着いたのは、
つや話にも会いた連中が、焚き火を囲んで喉の自慢を始めてからであった。83の鶴蔵も、79になる福の方も、もはやどんな歌にも何の興味も湧かないのである。村道へ出てから振り返ると、羊ヶ原にはすでに濃い夕闇が降りていて、火の粉を散らしながら赤々と燃えている焚き火が、鶴蔵に20年前の旅籠の火事を思い出させた。子供の頃、空荷の馬車に引かれた右足を、大人になってからも少し引きずるようになっていた鶴蔵は、そのために兵役を免れて、旅籠で客の材木商人たちを桐畑へ案内する役を引き受けていた。その頃、福は旅籠の女中をしていた。二人はいつの間にか、別棟の湯殿の滝口にしゃがんで、ひそひそ話をする仲になり、一緒になってからも湯殿の隣の焚き木小屋を半分住めるように改造して同じ仕事を続けていた。むしろ子供ができなかったのは幸いであった。旅籠の客室から火が出たのは20年前の冬の最中の風の強い真夜中であった。旅籠はあっけなく丸焼けになり、別棟の湯殿と鶴蔵夫婦の焚き木小屋だけが残った。消防筋によれば、出火の原因はおそらく客の寝た箱だろうということであったが、それを確かめる術がなかった。その客も一緒に焼け死んでしまったからである。主には、旅籠を再建する意思は全くなかった。また、時勢の変化でそうする必要もなくなっていた。土地持ちの主には、死人の出た焼け跡なんぞには住みたくもない、とそこの管理を鶴蔵夫婦に任せてさっさと町へ降りてしまった。鶴蔵夫婦は当惑した。任されたところで、鶴蔵にも福にも土地を巧みに活用する才覚などありはしないのである。桐畑育ちは空き地があれば桐の苗木を植えることしか知らない。で、二人もそうした。次来、焼け残った焚き木小屋をまずまず住居らしく改築し、桐を安売りしながら細々と暮らしを立てている。鶴蔵と福とは、夕闇の道を幼い兄と妹のように、そうでなければ、互いに好き合っている若者たちのように、手をしっかりとつないで歩いていた。けれども二人は、天乗りの酒の勢いでそうしているのではなかった。夜道ではもとより、真昼間でも人目さえなければ、どちらからともなく手をつなぐのである。はためには、いい年をして、と映るだろうが、大きなお世話。83歳と79歳の夫婦が、手をつないで道を歩くのがいけない、という法はないだろう。手をつないで歩くといっても、二人は別段、互いに相手の身を案じて、相手のための杖になろうとしているのではなかった。折さえあれば、相手の体のどこかに触れていたいからであった。いつも相手の体の温かみを感じていたいのだ。もともと足元に弱みのある鶴蔵は、何度か轍に足を取られそうになってよろめいた。そのたびに、福の老婆にしては太り獅子の体がやんわりと寄り添ってくれる。しとよったかえの、じさま。
いや、長居をしすぎただけせ。ずっとあぐらで、膝がすんがりくたびれてすもうた。出稼ぎ帰りの話につられて、ついつられて、長いスター。だけど、あの連通の話、年々、えげつなくなるの。二人はさっきまでのつや話のにぎわいを思い出して、くすくす笑った。ほらもう笑い疲れてすもた。こんにゃ、帰ったらすんごい湯沸かして、早寝をすべしな、じさま。福はそう言いながら鶴蔵の腕をたぐって胸に抱いた。鶴蔵宅では今でも旅籠時代の湯殿をそのまま使っていた。近頃の男衆は出稼ぎに行っては現金を持ち帰るから、この集落でもタイル張りの浴室を持つ家が増えていて、かつてのあきんど宿のモダン風呂も今ではすっかりみすぼらしくなってしまったが、それでも昔の職人が吟味してこしらえた風呂だから、釜は一度修理しただけ。タイルの割れ目が増えたことさえ気にしなければ、まだまだ老夫婦には贅沢すぎる湯殿であった。鶴蔵夫婦は毎晩寝しなに一緒に風呂へ入った。それが二人にとって唯一のうさばらしであり、楽しみでもあった。鶴蔵は自分で自分の体をざっと洗ってしまうと、次には服を念入りに洗ってやった。子供を産まなかった服の体は、娘の頃と同じくらいにきめ細やかな、ムラのない白い肌に覆われていて、肩や腰や太ももなどには、未だに年とは思えぬような弾力があった。鶴蔵は服の背中を流していて、急に息苦しさに襲われることがあった。一緒になってから長年の間、服と二人で飽くことなく繰り返してきた性愛の仕草の一コマが、時として唐突に、いつか旅籠の客に見せられた春画のようにまざまざと浮かび上がるからである。そんな時、鶴蔵は慌てて空席をしながら、服の背中に浮かんだみだらな自分を石鹸の泡で素早く塗りつぶした。その晩二人は早寝をしたが、鶴蔵は眠る前に、今年の天のりは良い日和に恵まれてよかった、と思った。すると夕暮れに焚き火のそばで聞かされた艶話の数々が一人でにぞろぞろと蘇ってきた。すぐ眠るつもりが眠れなくなった。はあ、寝たかや。しばらくしてから、鶴蔵は隣の服に声をかけた。まだ起きてらえ？と服が答えた。なんか用かし？その時我ながら魔が差したとしか思えぬような言葉が、鶴蔵の口をついて出た。おめえ、これまで男は、おらん一人だっだど。福はほんの少し間を置いてから、小さく吹き出した。急に何の話すかと思うだら、なんか癖。それだけだら、答えにならねべ。答えるまでもねえこった。おらは、おめさんひどりの嫁だえ。嫁に来る目は、どうだったな。
福はまたほんの少し間を置いてから笑った。50年もめいのことを聞いてどうするのし？どうもすなすけ、答えてくれ。そんだら昔のこと忘れたえ。いやあ、忘れるはずはねえさ。ははあ、今日は天のりだすけ。おらにもつや話の一つでも語らせたいつうのな。鶴蔵は黙っていた。んだら、おらのは、短い話す。福の声は無邪気な笑いを含んでいた。千吉という若くて目つきの鋭いタンス職人が材木商に連れられて何度か旅籠に来たことがある。千吉なら鶴蔵も面識があるが、福はたった一度だけ、その千吉にのみで脅されて草むらに押し倒されたことがある。なに、あっという間だったえ。蚊に食われたようなもんじゃった。鶴蔵は無言でむくりと起き上がった。どうしたの、爺様。しょんべん。鶴蔵はポツンと答えて寝間を出て行ったが、それきりなかなか戻らなかった。ずいぶん長い用足しであった。待ちくたびれて福は寝入った。翌朝、福が目覚めた時には、鶴蔵はもう寝床にはもちろん、家の中にも、湯殿にも、切り旗にもいなかった。集落の中を一軒一軒訪ねてみたが、どこにもいなかった。よそ行きにしてる一丁らの背広がなくなっていたが、福には夫の遠出の心当たりがなかった。電話や有線放送で村内をくまなく探してもらったが、道で姿を見かけたという連絡すらなかった。鶴蔵は夜になっても帰ってこなかった。翌日も、その翌日も戻らなかった。福は夫が滅多なことをする人ではないと信じていたが、何しろ年が年である。村役場の人たちに説得されて、3日目には警察へ捜索願いというのを出した。するとその日の夕刻、鶴蔵は切り旗の集落から南西の方角へ100キロほど離れた県道の脇にへたり込んでいるところを警察の車に保護された。鶴蔵は自動販売機の清涼飲料だけでここまで歩き通しに歩いてきたのである。一体どこへ行くつもりだったのか？と警官に聞かれて、自分はただ過去へ向かって歩いていただけだ、と鶴蔵は答えた。おらは家出をしてきたんじゃありゃんせん、と鶴蔵は目を潤ませて訴えるように言った。服から逃げてきたんでも、ありゃんせん。おらは、鎮守様がお据えてくだすった南西の方へ、昔の方へ、ただ歩いていただけでやんす。昔に戻って、憎い千吉のやつの首根っこをへし折ってやろうと。おらは、ただ、それだけを念ずて、天のりすながら、
昔へ歩きに歩いていただけでやんす。Thank you.